これはちょっと裁判で勝てねえなということで彼らの利権がなくなると思ってやめちゃったんですよ、ね、おうおうカジノが合法化されたじゃないですか<う>日本でだからそれに合わせてオンラインベッティングもライセンスを解禁すすべきだと思います、うん、そうしないと実際富は流出してるし警察は捕まえようにも捕まえらんないですよ税収が上がりますよってことはこれ財務省はやりたいと思いますよ、うんうん、警察が多分抵抗勢力になってると思うそしたら堀江さんが言わん方がいいな リエモンの要点まとめチャンネルスポーツベッティングもっとオープンにしないと日本人が海外のスポーツベッドに賭けてるわけだからお金出て行ってるわけじゃん岡田さん、それそれ言ってくれる人なかなかいないんですよえ、なんかまずいのこれいやいや、そうじゃなくて、まずくなくてすごく至極当たり前のことなんですけどそれ言ってくれる人がほとんどいなくて僕はずっと言ってるんですけど要はこれ、富の海外流出でしょ今起こってることは これ実はだからこれまあ警察権力とかの,の話になっちゃうから、うん、いやそうなんです、まあ、危ない,話だいや頼むぞいや本とにね何年か前に何年か前に実はベッティングを海外のカジノサイトで日本からかけてた3人が捕まったんです、うん、京都府警っていうそのサイバー犯罪対策課みたいなのが有名な、うん、あの。 警察があるんですけど、うん、よくあのウィーニー事件とかでも有名になってる。あ,<ー>あのちょっと無茶をする。市況と府警ってのがあるんですけど、そこが捕まえたんですよ。3人うん、うん、海外のサイトで禁止されてる賭博をやっただろうとで、3人のうち2人はあの罰金刑を受け入れて諦めたんですよ。うん、でも1人はこれはおかしいと。俺は海外の合法カジノでカジノ視点だから、うん、なんで取り締まらなきゃいけないんだと。うん そもそも刑法の賭博罪というのは、そのヤクザとかが賭博ずり会長をやいうのを防ぐためにやってることであって、うんうん、多分その立法趣旨がそういう立法趣旨なんで海外の合法的なライセンスを受けてやってる。カジノでやってるったら、これは違法ではないと争うと裁判で証券、うん、書類送検されて検察庁行って不起訴になったんですよ。うん、つまり検察はこれはちょっと裁判で勝てねえなと。 でむしろ最高裁まで行って最終的に無罪になったらこれは賭博合法化されちゃうじゃないかということで彼らの意見がなくなると思ってやめちゃったんですよカジノが合法化されたじゃないですか日本でだそれに合わせてオンラインベッティングもライセンスを解禁ライセンス解禁すべきだと思うんですそうしないと実際富は流出してるし警察は捕まえようにも捕まえらんないですよもうそのもうヤブ蛇になっちゃうんで。 さっき言ったように、うん、本当に取り締まるんなら、うん、もう絶対やっちゃいけないっていう法律作って、うん、海外のベッティングもやっちゃいけないっついうなら出ていかないからまだいいけど、うん、海外のをやってよくて、ね、国内はダメだっつったらこれはもったいないじゃん、うんそ,ね、そのお金国内で回るはずが。だかだそれが回るあの税収が上がりますよってことはこれ財務省はやりたいがあると思いますよ。う 警察が多分抵抗勢力になってると思いますそしたら堀江さんが言わんほうがいいな <laughs> <laughs>